ウィリアム・クビストは、デンマーク・ロンドで出身の元サッカー選手。デンマーク代表でもあった。現役時代のポジションは MF。デンマーク代表でのクビスト1990年5歳の時に、地元のユースチームでキャリアをスタート。2002年には UEFAU-17 欧州選手権にも出場した。2004年には FC コペンハーゲンに入団。その後は、 チームの中心的な選手として活躍し、2007年にはデンマーク代表にも選出された。2011年6月16日、ドイツの VFB シュトゥットガルトへ2015年までの4年契約で移籍した。また、同年にはデンマークの最優秀選手に選ばれた。2010年に続き2年連続の受賞である。2014年1月30日、出場機会を求め、 プレミアリーグのフラム f c へ2 0 1 3 1 4シーズン終了まで期限付き移籍をした。9月1日、2014年夏の移籍期間、最終日にフットボールリーグチャンピオンシップウィガン、アスレティック f c へ2 0 1 6年シーズン終了までの2年契約で完全移籍した。2015年7月、フルスの FC コペンハーゲンへ復帰した。 2007年8月22日のアイスランド代表との親善試合でデンマーク代表にデビュー。2010FIFA ワールドカップにも代表として招集された。また UEFA ユーロ2012ではグループリーグ3試合に出場した。2012年10月16日の W 杯予選、イタリア戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。